はい、皆さんこんにちは、モルトフです。今回プレイするのは新作ですね、エンパイアーズシャルフォールというゲームになります。こちらね、ターンベーストゲームなんですけど、昔あったね、ファミコンウォーズにインスパイアされたゲームということで、何やら面白そうです。早速やっていきましょう。ニューゲームです。はい、ということで早速始まりましたね。飛び越えると書いてありますけど、ティナ、我々の仲間のようですね。それは意地悪な待ち伏せ攻撃だった。兵士たちを準備をしなさいということで、早速戦闘ですね。はい、ジュリー。これは戦車に乗ってる人かな。ゲームはまだ終わっていない。帝国を打ち倒せと言っておりますね。増援が到着しました。この機械化ユニットは敵の弾丸にも耐えることができます。この機械、行くと、ちょっと若干日本語があれですけども、まあ敵をね、ぶっ倒せと、殲滅せよということだと思いますね。我々の、ユニットとしては2タイプあるんですね。こちらのユニットは歩兵ですね。そしてこちらは歩兵突撃車両ということで、彼らを見るとおそらく歩兵だよね。歩兵同士戦っちゃうとお互いね消耗するけども、こいつを先に行かせんのかな？多分それが良さそうだ。攻撃ということでやっておきましょう。そうするとこれがね、ファミコンウォーズっぽいんですけども、こうやってね、こうリアルな対戦が目の前でね、アニメーションとして出てくるといったことかな。さあ、そしたらば私たちのタンクはもう動かすことができないんですけど、敵を相当ね、削ることはできましたよということか。上に行こうかな。タンクを手動でやってった方が良さそうだから、ちょっと歩兵はね、逃げる感じでまとまるようにしておきましょうか。さあ、そしたらはね、ラウンド終わりということで、向こうはどう出るんだ？歩兵に来るか。そりゃそうか。はい、こっちの歩兵は人数多いんで圧勝しましたね。一発目やっぱりこのタンクでね、応戦するっていうことがセオリーっぽい気がしますね。極力我々のね、被害を少なくしていきたい。そしたらば、タンク攻撃ですね。これでやっつけられんじゃないの？いけ。あ、いけた、いけた。よしよしよし。一面はなんとか、ああ、違うわ。まだ、敵は当然いるよと、隠れているよっていうことか。このタンクもなんかレベルが上がった気がする。ここで、歩兵が突っ込んでっちゃうとダメそうな気がするんで、上に行っておこうかな。ね。ここで待つ。そして、こちらで待つということで、引き付けておきましょうか。いろいろ情報もありますけども、大丈夫そうかな。そしたらばね、ラウンド終わりですね。どう来る？やっぱり歩兵に来るよな。これは消耗戦になる。42か、71、向こうのが強そうだな。上に来た。ね。そこまで歩兵までたどり着けなかったということで、そうだよね。戦車狙いになる。これがね、思惑通り。さすればですよ。こいつかな？こいつをまず殲滅しておきたい。よいしょと。はい。殲滅成功。そしたらば歩兵ですけど、極力下に行こうかな。逃げまくる感じで、歩兵はね、ぶつけないようにしておきましょうか。さあ、そしたら、これこっちにぶつかっちゃうかもしれないけど、ね、まあいいかな。いや、ちょっと5人か。ちょっとしまったかもしれない。当然この5人を狙ってくると思うんだ。さあ、そうするとやられる？わあ、やられた。悔しい。そういうこと？向こうのレベルアップしましたと。でもここでね、もうぶっ倒すことがおそらくできるんではないでしょうか。残り2だよね。そしたらね、兵士を当てていけばいいでしょうね。なんとかこれでね、一面はクリアできるのか。こういうね、パズル要素がね、結構強いのかな。かなりシビアだから、選択間違える、もしくはね、作戦間違えるとあっという間にね、我々は不利になるんだと思います。さあ、そしたらば続いて2番目ですね。行きましょうか。さあ、今回は我々はジュリーと書いてありますけど、長距離火力ユニットを持っているみたいだな。さあ、そしたらば、前回ね、歩兵を持っていたけど、今回はさらに貫通ストライカーというのを持っていますと。これはね、戦車にね、大ダメージを与えることができるということで、ここもね、ちゃんと頭使っていった方が良さそうですね。はいはいはい。敵はここだね。敵は下に攻めてこようとすると、この橋をね、通らなければいけないか。この橋を塞ぐ必要がありそうだ。それがこの戦車になりうるぞということか。さすれば、こいつも、ちょっと下行こうかな。待って待って、戦車がここ行くでしょ？そしてここで待ってと。そしたら、こいつは一回下行って通しておきましょうか。待ってだよね。そして、こいつはどう攻撃していく？とりあえずこいつを攻撃しておこうか。ね。これが長距離火力ですね。よしよしよし、いいね。
こうやって戦車をあらかじめ削っておく、これがポイント。そうですね、ブルブルブルっとやっておきましょう。そしてこいつを削っておきましょう。いけるかな、削れるかな、いけ、よし。歩兵にもかなりね効果を発揮してる。一旦これでラウンドを終えておきましょうか。そうすると来るんだよな。注意しなければいけないのが、歩兵がかなり素早く来そうな予感がありますね。そしたらば戦車がとりあえずここにいればいいかな。無駄にね積極的に関わる必要はないと思うんですね。そしたらば今度こいつですかね、行こうかね。ガンガンとにかく相手のねダメージ与えていくっていう感じですね。そしてこいつは引き続きこいつかなね、行け、殲滅できるかな、よいしょと、あともう少しか、8ですね。そしてこいつもちろんこんな感じ、行け、よいしょと、ほいほいほい、8。作戦勝ちじゃないの、これがね。近くに行かなきゃいけないから、まあ、ここら辺でちょっと待ってる感じでしょうか。ね、最悪ね、戦車上の方にね、持っていくっていうことで行きましょう。さあ、そしたらばラウンドを変えていく？向こうがそろそろ接近攻撃してくるはずですね。ただ、こちらは戦車ですので、そこまで痛くないから、これでね、粘りまくるということですね。はい、戦車が来た来た来た。あ、結構近くに来た。そうすると、こいつがさ、もうちょっとこっち来てもいいよな。こういう風にしておこうか。待てにしておくか。そして、こいつですけども、もうちょっとこっち行こうか。ね、ここで待て。そして、こいつはこれをね、攻撃しておきましょう。さあ、一体ぐらいの、あ、全部、やったね。倒すことができました。そして、レベルもね、アップしましたよ。そしたらば、我々としては待つ。いや、こいつやっつけちゃおうかな。ね。行きましょう。多分4人ぐらいだったら一気にやっつけることができます。無傷ですね、我々は。よしよしよし。そしたらばラウンドね。今回の作戦はね、かなりいい感じがしますね。はい、バンバンやっつけることができた。ただ戦車来た。わ、この戦車に対しては若干弱い気がする。我々のね、下の貫通兵の方がいいのかもしれないね。ただ相当削ってるから戦車もね、バンバンやっつけることができました。あとは1体か。そうかそうか。これでいける？お、いいね。よし。よいしょ。頼むぜ。よし、57までね、やっつけることができました。これもうちょっとこっち行かないとダメか。これももちろん行かないとダメだな。こっちにしておきましょう。そして戦車は上に持っていく？このさ、貫通兵の方が多分いいんだよね。ならば、これをこっちに持っていきましょうか。待て。そしてここに、配置する。これで行きましょう。ね。ラウンドを終わります。さあ、来たぞ。どっちが強いか。引っ込んでろ。ということで、行け！よし！結構与えたね。うん。戦車かなり与えました。これはいい感じじゃないかな。こいつをさ、こうやるよね。もちろん。はい。これでやっつけられた。やった！なんとかやっつけることができました。さあ、そうするとフレドリックと言ってますね。5丁。そろそろ停止する時期が来ているので、戦闘での損失を計算する必要があると提案しますと言ってますね。アライアンスはどのようにして私たちの計画を知ったんですか？攻撃をキャンセルしてください。退却、退却。みんな進行の準備はできています。帝国を殲滅せよと言ってますね。向こうがね、帝国なんだよね。はい。さあ、そしたらば続いてこちら、3面ですね。早速ね、最前線の弾薬は尽きかけていますということです。うわ、これ心配ですよね。敵はまだ来ているので物資が必要です。はい。トラック？トラックもあるのね。弾薬を補給できます。増援と弾薬はできるだけ早く前線に輸送する必要があります。そういうことか。トラックは軍隊に近づくと弾薬を補給できます。これを覚えておいてください。弾薬を失った、機械化部隊はまさに敵の標的だということですね。そしてティーナ。歩兵クラスはトラックに積み込む必要があります。前進する。あ、トラックは歩兵をね、積み込むこともできるということですね。これはまた難解なね、マップになりそうですね。はい。ということで、今回はね、ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？なかなかさ、戦略性があって面白いよね。続きは見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see my
Manhattan ever looked so pretty.